皆さんこんにちは、かよです。今日はピンクニット着てるんですけど、まあ、見えないと思うんですけど、女の子らしいふんわりだけど秋風らしいメイクをねやっていけたらなと思います。はい、ではメイク始めていきたいと思います。いつも通り最近はもっぱらこれです。クリオのファンデーション使いたいと思います。あ、下地塗るの忘れてた。まあいっか。下地をね塗るとね、やっぱりカバー力とかね、肌の色の補正とか崩れにくさとかもねアップするものとかもあるので、ぜひ皆さんは忘れないようにしてください。すぐ忘れちゃうんですよね。今日もまあゆるくねやっていきたいと思います。まあいつもそうなんですけどね。そういえば髪色をね染めました。なんか部屋の中で見ると結構もうほぼ黒に見えるんですけど、外のね太陽の光とかに当たるとブルー系、ブルーシルバー系で、そうちょっとシーナカラーなんですよ。でよくどうやって注文されしてるんですか、美容室とか、なんて言ったらその髪色にしてもらえますかとか質問がね来るんですけど、なんか私の場合結構担当してもらってる美容師さんに決めてもらうスタイルで、まあ、一応その赤系がいいと思ってるんですけどとか、今回はちょっと違うイメージしたくてとか、なんとなくこう伝えると、じゃあ矢崎さんの顔立ちだったらこういう色味だったらこういう深めの色の方が合うかもしれませんねとか、なんかもう今冬だしちょっとイメチェンがてらこういう色はどうですかとか、結構写真とか出してもらいながら一緒にその場で決める感じが多いです。で今回もねそんな感じで、私はブルーにする気とか全くなかったんですけど、担当してくださってる方が似合うと思いますよっていう風に、最近特に結構黒系がね、まあ冬だし黒い服とかも多いので結構モードっぽくもなるし、まあ服も割と合わせやすいし、あんまりね調整したことない色だったらブルーシルバー系でラベンダーとかも少し入れてっていう感じのどうですかっていう風に教えてもらって、はいっていう感じでそれにしました。やっぱりねプロの方に頼るっていうのは大事ですね。はい、まあ相変わらずカバー力はとってもありますけど、やっぱり凹凸、毛穴の凹凸は下地を塗ってないからやっぱりわかる、すごいはっきりしてるから、やっぱり下地って大事だなって今思いました。眉毛、私眉毛すごく苦手で、よくコメントでもね眉毛は下手ですねぐらいな感じのコメントがね来るので、私頑張ろうと思います。宣言で眉毛をね自分なりにすごい整えたんですよ。どうですかこの整え具合、こうなるべくこう これの通りに描けば合うかなっていう通りに結構頑張って整えたので、これ通りにね綺麗に丁寧に描いていきたいと思います。で今回使うのはキコを使います。そうついつい濃くなったりとかしちゃうんですよね。ほんと眉毛綺麗な方って羨ましいっていうか、まあ勉強したんだろうなって感じなんですけど、結構眉毛で印象って変わるってみんな皆さん言うじゃないですか。だから変えたい印象でも、ほんと整えたからめっちゃ綺麗に描きやすくなりました。どうですか、うまい？眉山がないかな。うん、私的にはすごくいい感じだと思ったんですけど、ご意見ください。こっちは眉山あるけどこっちは微妙かな、もうちょっととか書き足していくと太くなるんですよね。まあいっか。眉ブローをします。まあ髪色暗くなったんで眉ブローしなくてもいいぐらいなんですけど、まあ垢抜けたいのでね、丁寧が一番ですね。ちょっとコンシーラーを入れます。やっぱりまだニキビが治らなくて所々にあります。だいたいおでこですね。こうやって見るとおでこはやっぱり私前髪あるのでどうしても敏感みたいでなかなか治らない。ベースができたのでハイライト仕込みます。ハイライトは3やります。なんか3を持ってる方から教わって、あ確かに私もそうだなと思ったんですけど、こっち側のねハイライトを使う時に結構指でこう強くこう触ってこうゴシゴシ乗せてたんですけど、本当にねソフトタッチでサラサラっとつけるぐらいがよれなくて、ハイライトとしてすごくいいなっていう感じになるので、あんまり強くこすりすぎてなんか大量にねここに乗せちゃうよりも優しく乗せた方がおすすめですっていう風に教わりました。皆さん見てくださってる方がまずすごくねメイクがお好きな方とかね上手な方が多いので、なんか私も一緒に勉強になって本当にいつもありがとうございます。で下にもちょっと唇の上こんな感じで、チークとしてこっちのカラーものせたいと思います。最近ね目のここら辺からこういう斜めハの字に入れるのにちょっぴりハマってます。
特に理由はないんですけど、インスタかどっかで流れてきた外人さんのメイクがすごいこうハの字に入ってて可愛かったので、ちょっとこう入れるのがブームです。まあでも気づくか気づかないぐらいの入れ具合で大丈夫だと思います。でこっち側もねちょっとツヤ感が出るので、こう一気にツヤっとして女性らしい感じになるかなと思います。はい、今回はこのね新作で最近出てたキャンメイクパーフェクトスタイリストアイズの18番のカラーとエクセルのサナエクセルリアルクローズシャドウ、これも最近発売されたばかりのシリーズのものですね。私は03番のピンクのカラーを購入しました。これね購入してから私は使ってたんですけど、どちらも動画にしてなかったので、この2つを使ってピンク系のニットに合うメイクをやっていきたいと思います。でこっちは私的にラメ感はこっちの方があるんですけど、ちょっとねベースのカラーとかが全体的にスモーキーなんですよ。わかるかな？スモーキーっぽくて、このベースのカラーとか、この白もちょっとグレーがかったベースの色で。で、これもくすんだピンクで、こっちもね、だいぶ濃いめのチャコールグレーという感じの色味。で、この真ん中のラメは相変わらずとっても綺麗です。こっちは、さっきのと比べると、だいぶピンクが強めで明るめなカラーなので、春とかも使えます。で、さっきのね、こっちの一番白いカラーはグレーがかってるのがわかると思うんですけど、こっちの白はだいぶね、ホワイトで季節問わず使いやすいこう馴染むカラーなので、まず私は初めにこっちの白から塗っていきたいと思います。同じピンクでも結構ねトーンが違うだけでだいぶイメージが変わるので、今日はこの2つのピンク系のアイシャドウでグラデーション作りたいと思います。一番明るいカラーをまぶた全体にのせていきます。このカラーはとっても白く見えるんですけど、本当にね肌に馴染むカラーなのですごく使いやすいです。次にこのこっちのアイシャドウのここのパレットの中で一番明るいこのグレーのカラーを影のように入れていきます。付属のチップで入れたいと思います。このくぼみに沿って入れてあげます。はい、クリスに入れました。まだこの時点では変化分かりづらいんですけど、次がまたこのカラーでこっち側のカラーですね。ちょっとラメが特徴的でチャコールグレー、これもでも茶色系ですね、をまた重ねていきたいと思います。二重幅に塗ります。二重幅より少し広めに、まあラメっていうほどたくさんラメは入ってはないです。体幅より少し広めに塗るとこう目を開けた時も少し見えるので目が大きく見えます。はい、こんな感じです。こっちのアイシャドウに戻ってこの色をつけていきたいと思います。ベースに茶色をのせてるのでそんなにがっつりピンクにならなくて可愛いです。この質もねエクセルは柔らかいので本当に肌にこうピタッとくっつく感じで気に入ってます。はい、こんな感じです。次にこっちのキャンメイクの方のこの赤系ですね。こっちの今塗った赤系と比べると色味がだいぶ落ち着いてます。なのでグラデーションでこっちから先に塗って次に暗い方で最後に締め色っていう感じで、この3つをね順番にピンクっぽい段階ずつ乗せていきます。これが一番茶色味があるのでアクセントになるかなと思います。同じピンクって言ってもほんと少しずつ違うので、使いこなせたらねプチプラでもだいぶ味が出ると思います。で二重幅のもう少し際ぐらいここね重ねます。はい、こんな感じです。でこの色をまぶたの下にも少しだけインします。3分の1ぐらいにのせてあげます。はい、こんな感じで、次にさっき見せたこのカラーをこの際にね締め色として入れたいと思います。はい、こんな感じです。で最後にここのね一番真ん中のラメラメを中央と目の少しこの際のね部分にのせたいと思います。はい、こんな感じです。次にアイラインはレッド系を使いたいのでディオールショーオンステージライナーのマットバーガンディを使いたいと思います。結構最近プチプラでもねバーガンディ系の色味とかそういうカラーライナーがいっぱい出てるので、ディオールじゃなくても大丈夫だと思うんですけど、私はね結構このディオールの落ちにくいの気に入ってるのでこれを使いたいと思います。こんな感じ、3分の1ぐらいから伸ばしてあげる感じで引いていきます。こんな感じ。
はい、できました。シェーディングはクリを使いたいと思います。こういう感じの四角っていうか、こう断片的なやつでこう入れるのが私は好きです。はい、こんな感じですね。ビューラーはいつも通り RMK 使います。もう出したい動画がありすぎて、クリスマスコフレもどんどん手に入ってるし、新しいねリップとかも結構ちょいちょい買っちゃってるんですけど、まだね公表してませんこれ使いすぎだろうって思われたくないなと思いつつ、まあ買ってるんですけどね顔怖。はい、こんな感じです。マスカラはやっぱり安定のヒロインメイクでやります。まあそんなに盛りたくないので今日は下地はつけません。あ、でもすごいこのアイメイクめちゃめちゃ可愛いと思うの私だけですか。私このヒロインメイクの茶色っていいっていうのを聞いてたんですけど、最近買ったんですよ。まあ最近3ヶ月前ぐらいに買ったんですけど、本当にいいですよね。なんで今まで買ってこなかったんだろうって後悔しました。メイクこんな感じで完成しました。やっぱりねこの赤茶っぽい色が好きですね。本当このラインまでこう全部赤茶で統一してるので、バーガンディ系でね統一してるので、やっぱりこう統一感があると綺麗なメイクに仕上がりますよね。で目のこのキラキラ感とかも全然プチプラとは思えないこのラメ感で、私はすごい気に入ってます。マスカラもね。はい、で最後に今回ね、まあちょっと前に買ってたんですけど、ずっとあの紹介してなかったディオールのやつを、これ新作とかじゃないので出してなかったんですけど、このシリーズすごく好きで、とディオールアディクトラッカースティックの620番ポイズナスっていう色らしいです。これもねちょっと細めで塗りやすくて色が可愛いの、もう私が好きな色、こんな感じのちょっとブラウンの優しげな色味です。じゃあ塗っていきます。かわいい。でこのツヤ感がねなんかマットじゃないのでツヤっとしてて、まあ、下に塗ってたんですけど、下にねリップクリーム塗っててもまあちゃんと発色するし、この子自体がリップクリームのようにすごくツヤが出るのでめちゃめちゃかわいいです。いやこれはいい買い物しました。これ新作とかじゃないんですけど定番でいつも売られてるので、ぜひ620番大好きなブラウン系また増えちゃいました。はい、じゃあ髪型やってきてまた戻ってきたいと思います。はい、戻ってきましたこんな感じのねちょっと不思議系の髪型にしてみました。こういうねシースルーバングも、鬼のシースルーバングシースルーバングよりもより少ない感じが、まあね普通一般の子がしてたらね結構おって二度見されることもあるかもしれないんですけど、 R っていう雑誌とかそういうこうちょっとこう今時っぽいツヤ肌のねピンクメイクとかには結構このシースルーバングが必須なんじゃないかなと思って今回挑戦してみました。まあ、これのやり方本当に簡単で、ちょっと残してあとは上にくる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 ってやって、でもう後ろは簡単に止めてるだけです。はい、でこういう風にね顔周りがすっきりしてる時は、まあ、ベレー帽しても可愛いし、こういうねちょっともうあの目立つ小物をつけたりとかすると一気にねまたおしゃれ上級者っぽい雰囲気になるんじゃないかなと思います。今回はピンクニットに合うモーブピンクメイクに挑戦してみました。ぜひ参考になれば嬉しいです。今回もご視聴ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。